BB ゴロチャンネルご覧の皆様、いつもありがとうございます。今回もよろしくお願いいたします。早速なんですけどね、不思議なお話なんですが、私と同年代で仲良くしてくれている女性がいるんですけども、その女性の友人に、みっちゃんという女性がいるそうなんです。みっちゃんは小学校の頃、ご両親が離婚されたそうなんです。お兄さんもいて、お母さんの方にお兄さんがついてって、みっちゃんはお父さんの方についていったそうなんです。そしてお父さん、他に女を作って蒸発してしまったそうなんですね。お母さんの方に行きたかったんですが、お母さんも生活が苦しいということで、お父さん方のご両親、おばあちゃんしかいなかったらしいんですけどもね、そこでお世話になっていたそうなんですよ。そして事件が起きたのは中学2年生の夏休みだったそうです。バレー部だったんですが、お盆時期、家にいると先生が訪ねてきたらしいんですね、バレー部の顧問が。おばあちゃんがどうしましたって聞くと、今日バレー部の何人かでドライブに行く約束をしてましてと顧問が言うそうなんです。おばあちゃんも、ああそうですか、ありがとうございますね、うちの孫よろしくお願いしますって感じで、みっちゃん何が何だかわからなかったそうなんですよ。そんな約束した思い出もないし、何なんだろうなと思って車に乗ったらしいんですよ。誰々と誰々は今から迎えに行くから、そう言って車を走らせて、向かった先は宿泊施設だったそうです。みっちゃん、そういうところを行ったこともないし、あまり詳しくもなかったそうなんです。そして駐車場に車を止めると、誰々と誰々は実は待ってるんだよ先にっていうらしいんですね。少し安心して顧問についてくと、部屋に入ると誰もいないんですって。先生いないじゃん、そう言うといきなりものすごい力でベッドの方に連れてかれ、押し倒されて、そのまま乱暴されたそうなんですよね。何が何だかわからない、悔しいとかそういう感情でもなく、何が何だかわからなかったそうなんですよ。数時間でそこを後にして家に送ってもらったらしいんですけどもね、顧問には絶対誰にも言うなよ、写真も撮ったから言ったら承知しねえぞと脅されたらしいんですね。おばあちゃんに相談しようかなと思ったんですが、いかんせん恥ずかしいっていうのもあって相談できなかったそうなんです。それから夏休みの間、頻繁に先生に連れ出されては乱暴をされたそうなんです。気がつけばサッカー部の顧問も混じるようになってしまったそうなんです。そして高校に入り、そういうことがなくなって楽しい生活かなと思ったそうなんですが、ある日
魔が差して万引きをしてしまったそうなんです。本屋だったらしいんですけどもね、運悪くそのお店に来ていた不良の数人が万引きするところを目撃していたそうなんですね。お店を出て帰っているとき、後ろの方からついてきていたそうなんです。そして声をかけられ万引きしただろう。学校に言うぞ、警察に言うぞ、いろいろ脅されて、結局人気のないとこに連れて行かれ、乱暴されたそうなんですね。そういうのもあって、高校を途中でやめて、今はあるかわからないんですが、レディースというね、暴走族の女性版なんですけどもね、そういうところに入って、どんどん悪い人たちと付き合うようになっていたそうです。二十歳ぐらいの時には、そういう悪い道から足を洗ったそうなんですけどもね、そこで初めて恋をしたそうなんですね。その彼氏といいますか、男に昔あったことを伝えたそうなんですよ。すると男はその場は優しくしてくれたそうなんですが、次の日からそっけなく距離を置かれるようになってしまったそうなんです。そこで復讐心が芽生えたそうなんですね。しかし実際問題、どう復讐していいかわからなかったそうなんですね。それから私の友人は東京へ上京してきたんですけどもね、そのみっちゃん、ずっとその町で暮らしていたそうなんですけどもね、一昨年にみっちゃんと共通の友人から連絡が来たそうなんです。みっちゃん、自ら命を絶っちゃったそうなんですね。そしてお通夜に向かったそうなんですけどもね、そこでいろんな話を聞いたそうなんですね。その友達もみっちゃんの生い立ちを知っていたそうなんです。驚くことに、そのバレー部の子も家全焼して焼死体となって発見されたそうなんです。サッカー部の顧問は交通事故で亡くなってしまったそうなんですね。その万引きを見つけて乱暴した数人の現在はわからないそうなんですけどもね、みっちゃん、生前バレー部の顧問火事で死んじゃえとか、サッカー部の顧問車で事故って死んじまえとか、よーく言っていたそうなんですよね。みっちゃん、あるネットで調べて呪いをかけてるって言っていたらしいんですよね。その呪いが達成されてみっちゃんが亡くなったのか、それはどうかはわからないんですけどね。そのバレー部の顧問やサッカー部の顧問、おそらく目に見えない何かが殺してしまった、そんな気がするんだよなぁなんて、その友人、私に言ってましたけどもね。不思議な話ってあるもんですね。BB ゴローチャンネル、ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、そして
いいねよろしくお願いいたします。